福島県立朝霞黎明高等学校は、福島県郡山市長者にある県立高等学校。略称、黎明。正門と南校舎校訓は、著。旧校名は、福島県立朝霞女子高等学校。旧略称は、安女。1911年創立の、福島県朝霞郡立朝霞実家高等女学校を前身とする。 1948年の学生改革により、新生高等学校となった。創立時より長く女子校であったが2001年により、男女教学となった。また、かつては定時制の福島県立朝霞第二高等学校と校舎を共有していた。全国屈指の合唱競合校として知られているほか、競技カルタも全国屈指の実力を有する。新校歌は、 男女共学化した2001年、作曲家の鈴木照明と詩人の王家真によって作られた、混声四部合唱になっており、一番から五番まである。五番目は、実際的には、コーダ部分となっているが、鈴木照明の言葉を大切にする精神により、一番から四番までは、それぞれのメロディが微妙に違っている。また、鈴木照明は何年にもわたって、 コーラス部の大会自由曲を手掛けており、大岡真は校門にある校名の大事を作成した。旧校歌は男女教学となった現在もなおコーラス部によって歌い継がれており、同窓会の際などに披露されている。また、学校創立100周年を迎えた2012年には、100周年、記念歌、未来の風が作られ、校歌とともに、 校内合唱コンクールなど各種行事で歌われている。科学部は平成28年度より福島県高等学校総合文化祭自然科学部科学部門で5年連続最優秀賞を受賞しており全国高等学校総合文化祭に出場。コーラス部は朝霞女子高等学校時代から全国屈指の競合校として知られる。 全日本合唱コンクール全国大会には1955年に初出場、そして1980年から2014年まで35年連続金賞受賞という大記録を樹立し、その中でも全国一位相当となる文部科学大臣賞を通算で24回受賞している。これらはいずれも全日本合唱コンクール史上最多記録である。また、NHK 全国。 学校音楽コンクール全国コンクールでも現在の最多連覇数を保持している。2006年にも4年ぶり14回目となる金賞を獲得し、全国出場機会級連覇となったが、2007年は有料賞でこの連続記録はストップした。音楽面の特色として、両コンクールの自由曲は、昭和期平成初期は三好明、それ以降は、 鈴木照明の作品を演奏することが通例で、特に全日本では1996年以降、ほとんどの都市で鈴木の書き下ろし作品を自由曲としている。カルタ部は2006年に創部されて以来、毎年全国大会へと出場している。2016年には、全国高等学校総合文化祭、小倉百人一種カルタ競技で団体第三位、2017年には、 全国高等学校小倉100人石ルタ選手権大会で団体初優勝した。福島県立朝霞女子高等学校に関するカテゴリー。ありがとうございます。